よーしや、夜のマラソン。夜のマラソンと同時に、なんかあんな。お風呂はもちろんのことだけど。あんまりいないのか。ランディはいそうだな。あ、ミハイルか。あ、確かにな。だいぶ角取れてるけどね。だいぶ角取れてるけどね。今回のさ、あのプールのさ、特別授業許したのだって、普段のミハイルだったらさ、絶対許してないでしょ。お、いい顔するようになったね。あ、じゃあ、あう。ここ。来るとか。まあね、でもこういうことをやることで結構覚えることもあるからな。ああ、確かに。頭いっぱい使った後体動かすの結構気持ちいいよな。スポーツの中で俺やっぱり水泳が一番好き。他は。そうだったんだ。全然知らんかった。だからこんなにしっかりしてるんかな。しっかりしてるところの話じゃないんだけど。めっちゃ言うよね、本当に。本当に。はい。ここはサンディ。ぎっくり腰。俺さ、最近ぎっくり腰になっちゃったんだけど、どうしよう。今も痛いんだけど。ちょっとガチでさ、仕事サボろうか、悩んでんだよね。一応、動けるから動いてんだけど。お、マヤ。どうした？なんか他に悩みあんな。まあ、うすうすわかるんだけど。親父のことでしょ。それ以外あるもんかい。本当に縁切れるぞ。あの親父。あのままだと。あ、ここドアか。下の方がこれは。あ、痛い。ミューゼットできるんだ。しかし、ダメです。うん、近くにいるのさ、分かってて言ってるもんね。
で、しかもクールだけどさ、今時の女の子っていう感じがさ、すっごい全力で出てるからさ、すげえ好き。いやいや、わざと聞かせたでしょ。あの、似合ってればさ、なんだって好きなんだけど。いいよ。いいよ。いい。うん。相変わらずさ、こんなもんでいいんだよな、デッキって。これもいらないかな。これ入れとくか、一枚ぐらい。こんなもんでいいでしょ。ほんとに。お相手、務めさせていただきます。じゃあこれとりあえず交換と。よし。ま、普通にいいカード来たね。はい、じゃあまずはみんなさ、これさ、もう両兵王と戦った時のデッキと変わんないんだけど、みんな、あのデッキ見てどう思ったんかな、最初。みんな飛ばしさ、動画見てると思うんだけど、もし、俺のセリフ、ここのコメント見てるんだったらさ、ちょっと、コメント聞かせてほしいな。みんなあの時どう思ったんやろ、俺のデッキ見て。こいつにこうしようか。はい。そうやって攻撃力どんどん上がっていこうが俺には関係ない。こいつはどうしようか。そうだね。これでパチンって、いっていいわ。はい。このままで OK。はい。よし。いや、無理だと思うよ。絶対勝てないって。はい。
出しとくかこいつ。お前はもう別に、いや攻撃しなくていいや。お、なんだそのカード。おいおい、なんだそのカード。こういうカードあったっけ。あんまり記憶ねえな。てか強いねこれ。でもコストが重い、コストが重いからさ、結局ワンパンで倒せちゃうんだよな。コストが重いイコールさ、もう敵の陣営のさ、あの状況に追っついてないことが結構あるんだよね。はい、一応回復しとくか。さあこのターンでどうにかしないとって言いたいけど無理だね。さよなら。なんだその手加減しましたみたいな言い方。はい、ありがとう。結構集まってんな、ここに。俺が作ったレアチーズケーキ。くっさ。いや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 、ちゃんと人の顔見て言ってくれ、コメントしてくれ。ブルーチーズくっさ。食ったことあるけど食えんかったわあれ。ダメだよ俺、チーズケーキが嫌いな理由さ、とにかく臭いのよ。それをブルーチーズって。違う、褒めてない。マジで？すごいね。ブルーチーズ食える人間なんだ。ああ、これは普通のチーズケーキですね。あっち地獄になってるけど。初めてのチーズケーキだったんだろうな、きっと。反応からしてそんな感じだったんだよね。あ、フランキー。フランキー、ここ入っていいんだ。あ、じゃあこれ外出れそうかな。何人かいないんだよな。あ、鍛錬場も誰かいる。なんだこれ。でいいと思うんだけどな、帰り。そのままでいいんだけどな。もう別に俺初多属性とかないよ。ないけどさ。誰これ。いや、そうなんだけど、中に誰かいいんだけど。誰？
かっこーん。あ、ユウナか。声だけじゃなくても、もうセリフで分かっちゃうね。こういうこと言っちゃうねえ。もちろん俺もせめてここなければよかったんだけど。わかる？なんか一人で盛り上がってるな。作りたいものがあった。お菓子か。俺も久しぶり作ろっかな。まあ、つってもオーブンとかないんで作れるもの限られるんだけど。いいね、ラムネ。風呂上がりの炭酸めっちゃ大好き。なんか飽きっぱでした。ごめん。じゃあ、外出るか。スターク。うん、そうだね。夜はリラックスできるような街だった。てか、クエスト発生してんな。あれ、回収だな。あ、ここにいたんか。美人しかいないんだけど、どうなってんのこの学校。俺分かったよ。そんなに強くなかった。そんなのかけてたんだ。あ、マジで気に入っちゃったよ。ん？メガネかけてないけど大丈夫？うん。なんで、パイナップルここに売ってやるわけないじゃん。うん。手榴弾か。そうです。方角も全然違います。ケルベロスがまたショップやってる。あん！リーも受け入れてるよ。あ、話聞いた通りやってますね。
あ、はい、ありがとう。ばらけるよね、これ。シスターさん大変だな。アルコール控える。もう俺お酒飲めないから、あれだけど。バリ君で、文校長がここにいますね。あー、はい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 。おい、なんか白々しいこと言ってんだけど。なんか、しらじらしいこと言ってんな。一応、リーに確認したな、情報が漏れてないか。妙に鋭いから。はい。シミッタカさんもいるけど、先にこっちだな。アルティナ、ここにいたんだ。何？あ、マジで？おめでとう。そうね、悩みは吹っ切れたみたいだね。俺は見ちゃいました。俺は見ちゃいました。俺は見たんだよ。いいでしょう。あの時のアルティナはね、さすがの俺でも可愛いと思ったよ。関わってればそのうち見れると思うけどね。はい、で、シミット博士。その方が起きてられるだろうしな、きっと。な、めんどくせえな、このじじい。なんでそんな不機嫌なの？ちなみに、シュミットの博士の言ってることわからんでもない。俺もさ、脳働かせたいとき、まあ、奇跡、このゲーム実況やる前にさ、俺必ずチョコレート食ってるからね。よし、それじゃあ、ちょっとランディのサブクエ、ちょっと消化しようかなと思います。今、音飛んだな。あ、なんか言ってたね。あー。ありましたね。俺は見てないんだけど。
なんで手元に持ってんの？そうだね、いろんな人にプレゼントしてるけど、とうとうランディにまで。マジか。あ、こんなあっさり終わるんだ。男たちの分はなかったんだ。もうセリフの内容全部はさすがに覚えてないんだけど、言ってたのかな、あの時。